リトリズの M1。 お、おい、オッケー、おー、しゃー、よかったー、あ、オッケー、あ、あ、使用32本、32本、はい、目玉170枚です。偶数弱ね、もうこんなん聞いてへん、ここで出したらいいんだから。レアク引いてよ、ここもうここからこれ赤が半分とかありそうやな。うわハンニバルや、ハンニバル。でも俺買ってるからね。はいリプレイ、さあバトル行ってよ。熱い、バトル行きました。引っかかってればここチャンス目でもいいよ。ほい、耐えて、よしここチャンス目引こう。さあどうだ、青、熱そうなのよあれ、やめて。リプレイ、お、斜めリプ、ナビリプ、これもバトルいってよ。あーロストか、弱いね。残り2ゲーム、これでバトル行ってもいいよ。あーしんどい展開、今日やばいことやってる俺。それはこの間浅草で仕事があったんですけど、まあ、ちょっと早めに着いたんで松屋で普通に朝飯食ってたんですよ。そしたら女の人が一人で入ってきて牛丼のミニ頼んだんですけど、でそのミニ一口食ったらカウンターでですね、まあ、俺ともその人ぐらいしかなくて、そいつがおいしいおいしい、めっちゃ可愛い、ほんと40歳ぐらいの人なんですけど、すいませんとかって声かけて、すいません、あ、なんでしょうって言ったら、やっぱおもろいよ。どなたが作られたんですかこれ。え、おいしいです。いやちょっとおかしいよ。すごい、もうおいしいって言いながらも もう感動してて、まあまあおいしいのはいいことやもんな、僕ら飯は何が一番好きなの。牛丼好きっすね。おお来た、牛丼好き、牛丼パワー、牛丼パワーだ、牛丼パワー、筋肉マンじゃないですか、もう牛丼パワー。さあこれは当たるでしょう。これですね、次いけ、筋肉マンリーチ、進化、ズネロ、うわ一発でリーチしちゃった、赤あれ、あフリーズした、え、かなりいい感じ、はいはいはい、いい、ダメ、いいんじゃないですか、多分マジで、その普通のやつよりは当ててくれ。でもまあ、あ、これ後半からなんです、もう前半すっ飛ばして後半からもうなってるっていう。なるほどね、いいですよ、技見切れ、ねえ、やり終わったら着地点、まあ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 、まあ、大丈夫、技見切ってるからお願い。マジかよ、すえー、
ケンフラ出て悔しいな。悔しいっすわ。牛丼リッチもダメ、やばばばい、マジやばい、やばい展開だ、バイヤやばばばい、やばばばい、やばい展開だ、やばばばばばばい、やばばばばばばい、おお、そういうことか、超高いってた、ここは引きたいね。ういチャンスね。いいとこでチャンス目ですよね、あれ。来い、上位の CZ 行くしかねえっしょ、初めてだ。なるほど、バトルだ。これはものにするしかない。リプレイちょうだい。ああ、チャンスだぜ。2回引いたぜ。うそー、レークない。めっちゃからかわれてる。ハテナです。あ、やばい、やばい、バトルいった。ここでもまだバトルやからね。スイカ型ようやく、よし当たった、やばい、ラストスイカ赤い、頼む、いって、いった、あんなにからかわれたら。ああ、使用5万7000円、5万7000円ああ、はい、もう行くよ。腹減ったな。腹減りましたね。ああ、これも飯で流れ変えるしかなさそうだな、ね、一旦飯行きたいけどな、まだ無理だったな。ポクちゃん、やっぱ牛丼の話した。牛丼の話した。牛丼リーチ。もう一回キューってなんない、なんない。あ、1だ。あ、157、157どこ行くのこれ、何それ、何これ、先生チャンス、あ、こっから選べと、うわ、アミマもいる、トキ以上かー、サウザーかー、あ、でも赤い、赤いけど、え、いいじゃん。あ、後編いってるってことですね、これね、もう。いやー、あ、シェイクビジョン、シェイクビジョンありましたよ、すでに飛ばず、気に入っててくれ。変え、行け、頼む、頼む、
バレロゴッシャー、おーっとー、ナイス、ありがとうございます。やっぱ牛丼よ、牛丼でしたね、やっぱ牛丼、うん、マグロとかダメマグロも寿司も、あー、ダメダメ、角煮もダメでしたね、ダメ、牛丼でしたわ、牛丼よ。やっぱ一番強い男を倒したのがいいですね。うまいな、サウザーを倒す、このタイミングでかいな、当たるの。うわ、これサウザー倒したから、これケンシロウで打った方がいいのかな。なるほどね、その流れで、うん、流れで、うん、はい、確かに当初はそのラオウで打つ予定だったんですが、うん、ちょっとサウザーを倒して当たったんで、確かにな、よっしゃ、一応ね、この右打ち中もカスタムできるんですよ。どうぞ。これはいきなりフラッシュって言って赤く光るやつが、できるんで、まあ、さっきの先バレみたいなのもフォアと一応できるよっていう。まあでもノーマルでいきます、私は。なにわいろいたー、攻撃ですか。おお、早いですね。早い。早いな。最高。嬉しいやつ。やっぱりケンシロウの流れだった。これは嬉しいやつや。まあまあ。3ラウンドですが。まあまあね。ええ、十分ですよ。十分です。十分です。おお、ダメだ。ありがとうございます。いいフェイント、いいフェイン いいフェイント、ありがとう。いやー、いいですね、いいフェイントだ、いい音、いい音ですわ。はい、やっつ松屋がもしかしたら反応してるのかもしれない。あ、松屋な、牛丼なのか松屋なのか、吉野家とはまたちゃうかな、あの、こっからよ、こっからっすよ、こっから勝負は、そう、シンから、シンいる、いますか、シン、アベシ、あ、これシンいそうっすね、アベシは、あ、いましたね、オッケー、はい、1点ブラッキークロス、さっきシンに負けたっすもんね、そうだな、いっかあ、いいですよ、いいですよ、まだ大丈夫、これだったら大丈夫ですね、おお、いた、気持ちいい、はい、きました、えい、あー、よけたー、ありがとうございます、ありがとうございます、とりあえず通行通行、あー、よかった、でかいぞ、ナナ気持ちいいやつ、ナナ気持ちいい、これは気持ちいいな、これは気持ちいい、オッケー、やっぱ7ですね、中が燃えてますからね、7は動いてる、赤ね、最高、いやー気持ちいいです、あー、いいですね、いい音ですね、いい音です、いい音です、またこれだ、あお前でしょ、これお前か、ダメダメダメ、こいつ、あ、お前だ、お前だ、お前だったのか、お前だな、フラッシュ鳴ってないと、あの、大体お前っす、そうだな、お前か頭、すごいな、い
ばいですが、まあ龍拳よりはいいです。弾け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 。オッケーオッケーオッケー。ケンシロウ避けろ。どうだ。立ってくれ。頼む立て。立て。ケン。ケン。ケン。え。ガーダメ。2連、3連、3300発。そこら辺がむずいな、超えるの。やっぱここに壁があるぞ、3連のね。お得意様や、いいでしょう。久しぶりの ST、バトル行こうか。はい、やり合いましょう、ハンニバルさん。俺はもうたぎってるんだよ。やろうよ。何じゃねえよ。うえ、スイカ惜しかった。外れとったら。ああ、どうだ。はい、オッケー。全然全然ね、分かってるんだから。俺の考え言ってる。この AP は跳ね返るから。追加でもろたね。はい、中断でいいよ。ああ無理か。こいつで。あ、じゃあもうレイアイク引くだけ。あ、これいいレバーオンでした。これ何か引いてます。まあ困難は言うんですよ。オッケーオッケーオッケー。空いてるチェリーね。やり合おうぜ。ここでチェリー引かんといつ引くの。今でしょ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 。こういうのストレートに言うから俺。おっしゃ、バトル行くか。パキポキパキポキ。どういうことか分かるか。北斗の剣で置ける指ポキはチェリーや。やり合いましょうよ。チャンス、ラスト、チェリーのレバーを。過去最高連チャンです。チェリーは引いてなかったよね。パニッシャー。あ、じゃあいいレバーオンで。はい、デホデホ。こないだ、俺初めて、うわっ、とんかつ、あ、トンカツの話しようとしたら、やっぱ肉だ。肉、ね、今日は肉やわ。魚じゃない。初めてあの NGK の出番だった時に、あのすぐ近くのトンカツ屋さんあるじゃないですか。2階の坂井寿司まで行って、なんだっけな名前、俺階段登ってったところなんですけど、なんか結構、はい、そこめっちゃうまくて、なんかおろしポン酢みたいなのにトンカツつけて食うんですよ。俺行ったことないわ。めっちゃうまかった。ちょっと今度じゃあ、行ってみる。はい、
これ当たったら今度教えます。頼むわ。やっぱ今日は肉が相性いい。肉っすね、今日。今日は肉。魚じゃないっすね、魚の時ずっと無視よ。おっ、ズバラ巨大化から青か。頼む、当ててくれ。頼む。はい、連続で。いや、サウザーかー。強いっすよ。やばい、755が飲まれる。まず記事に決死の救出に命を散らした芝。芝。絶対絶命のケンシロウを作ったのはラオ。二人目の先生。うわ、リーチかかっちゃった。あ、強敵背景。いや、いいやつ。いい、はい、いいやつです。熱い。もう今までの北斗シリーズだったらマジ熱いっす。いや、もう言ったでしょ。どうだ、白だ。そう、なって前半で終わったことないっすもんね。うん、よっしゃ。おい、いいですね。気持ちいい。チャンスアップして大事なのはやっぱ謎を解かせた。よっしゃー。さっき帰った時もやっぱりいくつかチャンスアップがなんか入ってたんで。なるほどね。テイクビジョンとか、はい、騒がしくないとダメだ。そうですね。ああ、いいっすよ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 。今お今のテイクビジョン、モグラの足の一番弱い部分ぐらいがまだサウザーとか多分僕の足より強いっすね。北斗神拳食らってますけど、はい、食らったよりも、食らったよりもっす。愛のため、いけー。あっ、え、ダメだ。マジか、もう今のでダメだ。そんなパターンあるの。いや、やっぱ強いんですよサウザーは。強いな。おい、あ、来た。肉あんかけチャーハンだ。やっぱ肉あんかけ。うわー、え、ダメだ。負け。しょ、先生2枚目いこう。先生、サウザー一番強いんですよ。そうやろ。こんなことあるか。はい、やっぱね、後半も行かず前半で終わりでございます。ちょっとタバコ吸ってきますわ。開いてる。いや、あ、勝手に来たけど。ここ開いてるよね、ここ。いや、開いてなかったけど。おちゃん、多分開いてなかったんですけど、大丈夫ですか。いや、これ何も開いてないし、開いてんじゃん。めちゃくちゃやな、うん、だいぶマナー違反ですよ。ちなみに、お父さん、はい、名前とか聞いていいですか。あ、はじめまして、私は MC タマーと申します。MC タマー、ハマーじゃなくてMC タマーです。パチンコの玉好きすぎて、もう大好きだから、もうパチンコの玉が。何年もやっぱやってるんですか。やってるよ、もう、やっぱタマーさんはパチンコしか認めない。俺はやっぱパチンコしか基本は、まあまあそうだな、MC タマーって言うやん。やんないよね。うん、ちなみにお父さんの名前は何ですか。お父さん、うん、キングタマー。あ、その MC の部分が変わるんですね。俺タマーの部分が変わるんかなと思ったら違うんだ。だからそのルイ、なんちゅうのルイみたいなもんだから。あ、タマーが残る。そう、まあラップもやってるから、 MC タマーだから。あ、そうなんですか。そう、ラップとかできるんですか。俺のやってるのはパチンコ、お前丸出しなのはチンコ。最低や。そうやろうなと思ったらちゃんとチンコつぶ。しょうもねえラップやな。でもおじさんちょっと出してくださいね、とりあえず。あ、とりあえず出して、まあ、あ、とりあえず出して、うん、出してください。出してくれたらもう何言ってもいいんで。
あ、もう出せばいいの。出せばいい。俺が出すのはパチンコ。パチンコ。お前出すのはチンコ。1個しかない。それ1本でラッパーって言うなよ。パチンコもやっぱ、うん、玉の競技というか、うん、玉の流儀だから。はいはい。ほら、あれ次パチンコはなの。はっきりって言うな。え、でもえ、おじさんちなみにこれはケンフラ激アツ。これはあの普通普通。ああ、じゃあちょっとこのモヒカンのこいつのやつだから、うん、弱そうですね。山のところ弱そうなんだけど、うん、まあでもまあ、あ、シジェブだから、まあ、いいんじゃない、うん、ここはまあ来るよね、うん、はっ、きた。でもおじさんこれいきなり当てたらすごいけど。すごいだろ、うん。まあでも MC 玉的には普通かな、うん、ああ、結構やっぱ勝ってるんですか MC 玉。パチンコで俺、うん、本当に、うん、な16歳からやってるけど、うん、まあダメやけどね、うん、1000円以上使ったことない。え、それでパチンコ好きなんですか。もうだって当たっちゃうんだもん。あ、そう、あ、そういうことですか。そう、あ、やめるんじゃなく、もう1000円以上使ったことない。それはめっちゃすごいです。そう、これももう損害500円ぐらいだろこれ、うん、あ、まあ、MC タマーさんすごいな。後半からなんだよね。うん、謎を解かせた。いいね。いいよ。さあ、いけ。パンチ。パンチだ。MC タマー、 MC タマー、え、怖いわ MC タマーが。俺はいや、これ、ま、この後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  MC タマーもう帰ってええぞ。俺が外したのは、うん、パチンコ。パチンコ、うん、yeah. Yeah. お前についてるのはチッコ。前の部分とかも変えてくれ。何も変わってない。シェシェ、もうこれもうダメだね。ダメだ、こらダメだ、うん、はあ、ヴィーナス、スイカ、バトル行って、どうやったらバトル行ってくれるんですか。あなたなんで光ってんの。ああ、これされてもさ、これされても当たってるじゃないですか。モグラ、すごい。あれおじさんやん。はい、これはあの落ちだから、これ、ああ、おじさんか。いや、それ落ちだからさ。あ、ありがとうございます。すいません。え、ありがとうございます。な、何、ありがとうございます。ああ、拾ってくれてありがとうございますって言ってた。はい、ああ、おじさんよかった。終わったんですか。一応終わったからさ、もうちょっと座っててよ、うん、おじさん見ててよ。いやー、これ当たってる、いいね。あ、緑緑、おじさん緑好き。おじさんって緑じゃん。気持ち悪、ナメク星人やん。よく言われたわ、ナメク星人やって、うん、修学旅行で。おもろ、同級生。お、これおじさんのおかげ。これ何、これおじさんモード。すごい回ってるけど逆回転。
逆回転しちゃうけど逆回転はするんですよおじさん。これ継続ってことかこれで。これで継続やけど、え、あれ揃ったけどな。らおじさんあんまり知らないんだパチスロ。うん、弾しかやんないから。ああ、水地レバーで捕食開始。連打、おじさん連打する。連打する。おじさんして、あれすげえ20とか30とか出たよ。ああ、まあ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 。え、おじさんはどうだったの。変なデブが打ってたから。あ、変なデブが、ああ、俺の後輩です。あ、そうなの。はい、あいつ全然ダメだ。あいつダメでした、うん、あいつだって金使うことしかしねえだろ。そう、もう最低なのよ。ダメだよ、あれ。ゲストとして多分あっつ、あ、これスタンバイでチャンス目。あー、これベル揃わなかったですね。赤、お、カリギュラ。赤いじゃん、これチェリー本館が起こりやすい。赤いんじゃないの、これチェリー。チェリー引いたらめっちゃチャンス。なるほどな。おじさん見といてよ、これ ST なのよ。ああ、そうなの。もう1ゲーム残ってやなんとかなるだろう。チェリー来てくれ。あ、これもそっか、ベルか。おじさんラスト1ゲーム、もう1ゲーム残ってやなんとかなる。こっからはハテナになる。ああ、じゃあまだ分かんないや。まあラスト1ゲームと思って、ここでチェリー引いちゃえばいいんだ。わ、今のがチェリーやったらやばかった。まだ分かんない。やばい。よしよし。チェリーよし。まだいる、まだいける。おじさん来たからちゃん。え？これ終わり？もう。なんだよ。おじさん。ダメだな、あれ。最悪だよ。最悪じゃねえか。次終了。はい、お願いします。どうでした。いやはや、いやはや、いかがだったでしょうか。まあまあまあね、それはまあお互いね、ちょっと聞いてないから、結果はまずまあ、見取り図は最初遅刻しましたね、その前にね、見ました。まあ、ちょっと違う別になるんですよね。ちょっと仲良くなっちゃったから。そうそうそう。お名前は、まあ、MC ハマーでしょ。ハマーじゃな、俺ないけど隣でずっとやってたんで特技知ってるんですけど、はい、パチンコでインフムるんですよこの人。特技です、ちょっと見せてもらって。 MC っていうぐらいだから、うん、ちょっといいですか。いや、俺が大好きなのはパチンコ、ええ、こいつについてるのこれしかない。これしかないからラップの。いやいや、インテリアないやん。インこれ一本で言ってるから。誰もが思いつくやつやで、パチンコ。これ一本で言ってるから。じゃあもう、はいはい、言うよ、はい、結果、うん。森山、本当すいません、皆さん乗り打ちなのに。使用金額61,000円。はい。玉換算すると、出玉が1165、はい、なので、定玉で言いますとマイナス14,000玉です。はいはい、でリリーさん、はい、22,000円使用、出玉762玉、はい、なので、定玉マイナス4700玉。あれだな。で、モグラね、使用金額21,500、326玉で、定玉マイナス6,800玉と。ということで3人で使用が181,500円で、3人合計しますとマイナス25,622。おお、いかれたね今日は。そら MC タマーとかやるわ。 MC タマーだいぶいかれてるね。これだな、リリーさん今まで調子乗ってましたね。そうやな、ここ数回ねずっとな、よかったから爆連してたんで。きっと負けちゃったかな。なので皆さん2分1チャレンジもなし。まあそうしゃあないよな、だってこんな負けたら。いや本当皆さん本当にね、おこがましいんですが、高評価チャンネル登録お願いします。リベンジしましょう本当に。じゃあモグラほんままたリベンジ来てな。ちょっと必ず来ます、頼むで。というわけで次に2分1を突破するのは誰だ。次回もお楽しみに。岡野かい来いよ、岡野。岡野。